よくやったダナ。敵のアークキャノンと巡洋艦を叩いたことで ISA に侵略のチャンスができた。あの気の毒な連中が海岸を攻撃している間、我々は一稼ぎできそうだ。前線を離れた場所でな。ベクタ大使とその家族が大使館に軟禁されていることを確認。ヘルガストの女を妻にしたことで生き延びてきたが、侵略が始まったとなるとその免罪符も役に立たないだろう。大使とグレイ召喚は窮地の中だ。ベクタで彼女を救えたのも彼がもたらした情報ゆえだ。大使とその家族を救出してほしいそうだ。それだけじゃない。ヘルガストの科学者が大使に亡命を希望してきたそうだ。そいつはクラーテックに近い人物だ。そいつもいたら一緒に連れ出してほしい。大使一家はヘルガストのボディーガードと共に大使皇帝にいるはずだ。建物は封鎖されているため突破する方法が必要になる。大使館の外にお前らを降ろしたら、俺は着陸地点を確保しておく。この一件は速やかにこなすんだ。さっさと報酬を受け取ろう。よし、大使館が見えた。 ISA の攻撃はうまくいっているようだな。海岸にいる奴らには大打撃だろうな。今回の俺の戦略は稼いだら逃げるだ。感づいた奴もいるな。大使を迎えに行け。俺は旋回してます。したようだ。進行でイラついてるな。別の道を探そう。スパイだ。大使館の一般区域だ。事務所を抜けていけ。そこから大使公邸に行けるだろう。こちら戦力隊異常なし。
救難信号を受信した。スナック、こちらハーキン大使、母艇が攻撃を受けている。我々を殺すつもりだ。先輩頼む、妻と息子も一緒なんだ、助けてくれ。わからんな、大使はいつから公衆の敵になったんだ。機密文書は全て持ち出せ、残りはハーキンだ。 ISA には何も残さず。さ、亡命者を隠してる証拠もある。仕事をやらせていたとは呆れたぜ、ベクタンどもめ。根性がある父親のよ。
世の中どうかしてるぜ。俺もか。危ない、窓を見ろ、外せるぞ。後ろにいろ、妖怪、俺の方が顔が熱い。ここで時間を稼ごうとしてたのか。どうも怪しい雰囲気出してやがったぜ。大丈夫、誰もいない。いいぞジャスタス。向こうにエレベーターがある、それでボートに。ヤツらだ、ジャスタス、そこに隠れていろ。先にロケットリーダー。
あのエレベーターだよ。あとちょっと。このドアもダメ。エレベーターも降りてる。多分、僕ならその横を抜けてエレベーターを呼べるよ。それで開くはず。気をつけるんだぞ、ジャスタス。敵だ！なくなってる。あの博士が乗って行ったんだ。